こんにちは、カイチです、キングダムニューランズやっていきます。皆さんお帰りなさい。自分がどこにいるのかを忘れてしまいましたね。思い出した。そうか、これまだ到達してないんだ。どっちから来るかな。こっちか。うわー、これは厳しいよ。カタパルト待つべきだったね。なんとかしてくれ。なんとかしてくれ。うわー、お、ここで投げるんだ、すげえ。いいよ、撤退しよう、撤退しよう、撤退撤退。さあ、この壁がどれだけ持ちこたえるか。ユッピーを、取られちゃったんだね。ユピーをどこまで削れるかだね。一体は何とかしよう。なるほど。よいしょ。後ろからも矢が飛んだよ。ああ、かっこいい。よいしょ。耐えろ。撃て。もうちょっとか。うわ。よし。うわ。くそ。低いけど戦力にはなるはず。おら、民が撃て。じいさん、そこ危ない。倒したか。よし、みんなごめん。みんなほんとごめん。そりゃね、あ、すごいウサギが。はい。ダイブいるかな。みんな立ち直そう。うっそ。岸辺さん、ありがとう。いやー、ほんと情けないリーダーで申し訳ないですね。早まってはいけないんですね。あ、そうだ、カタパルト。まあ、すぐ忘れちゃうの。そこがいかんすわ。うん、来た。まあ、悪くはないけどね。今のところに。まあ、でも左側これぐらいでいいか。あ、どうしよう。出稼ぎに行こう。走らず、ゆっくり歩め、悪をなさす。求めるところは少なく、林の中の象のようにと親父も言っておりました。いやー、この辺は制圧してからの伐採大変ですね。
バスしばし伐採しないと全然日が入らないですね。もう切り替えがありますよね。もう狩人さんより稼いでますね。売上ナンバーワンの成績ですよ、このクマさんは。戦闘馬か、戦闘馬はまだいいか。というか戦闘馬を使う機会がないか、今回は。そうか。人数がまだちょっと足らないかな。もう少し人数欲しいですね。次ポータル壊したらこんなんじゃ絶対持たないですね。年収4日か。ああそうか、別に左側壁は立てないけど伐採はしてっていいんだ。まあだいぶ準備できましたね。どうかな。あとは人数ですね。弓兵の数が足りてるかどうかってところですけど、どうかな。じゃあちょっと万全を期しますか。次のブラッドムーンを待ちます。ブラッドムーン終わってから様子を見て突撃しましょう。ちょっと大人になりましたね。なんかこのゲーム、こう朝日が昇り始めると音楽が鳴って、音楽が鳴り終わる頃、今ぐらいが大体正午、これくらいからその音楽と同じぐらいの尺を取ったら夜になるっていう感じですね。なんかその辺のリズムをこう体感でこう覚えてくるとミスも減るかもしれないですね。ちょっと深追いするとまずいな。ブラッドムーン来るかな。待たない方がいいかな。正直準備万端って言うとまた怪しいけどね。あ、こっち来るんだ。はい、いらっしゃい。みんな育ったね。人数増えたわ、こりゃ。はいはいはい。はいはいはい、素晴らしい。いいもの見れたよ。多分、でもそろそろあるはずなんだよ。ブラッドも待ちですね。ここでね、焦って、ブラッドムーンと重なるんですよね。というか、重なってきたんですよね。森の伐採と一緒にじっくり行きましょう。まあもうブラッドムーンと重なってもいいですね。出発で落ちたらもう左目3つ目ですからね。リベンジマッチは右からしか来ないと。だいたいこういう時ってもうこの夕方ぐらいにあのブラッドムーンのあのうなり声っていうかいっぱい登場するようなうわーっていうあの声が出るんでしょうね、きっと。ほらやっぱりあー、まあいいか、いいっすいいっす、全然いいっす。むしろもうこちらとしては演出家としてはもう最高のシチュエーションを用意したんだよっていう気分ですよね。シナリオ開始、演者カリウド、構成はカタパルトでございます。あ、来たね。おいおいおい、優秀優秀、問題ない問題ない。はいはいはい、いいですよ。はい、素晴らしい素晴らしい、全く問題ない。タイミング最高じゃん。はい、ということでこの右側の人たちは2連チャンになりますね。
第一波来ました。迎え撃ちましょうか。はい、ということで、今回の動画ここまでになります。次回の動画ぜひまた来てください。ご視聴ありがとうございました。